お出かけするには良い季節になりました。そこで達人の道おすすめのスポットをご紹介。本日は2019秋お出かけの達人。達人の道お出かけの達人、行楽、運動、食欲の秋、達人の道おすすめの首都圏お出かけ情報満載です。まずは巾着田まんじゅしゃげ祭り。達人の道は西武池袋駅を起点にしました。ここから特急秩父号に乗れば気分はもう小旅行。これ何と読むかご存知ですか？高麗と書いてコマと読みます。東京都心から埼玉秩父方面へ特急電車はぐんぐん進みます。景色がだんだん変わっていく電車の旅。巾着田まんじゅしゃげ祭り開催期間は特急が駒駅に臨時に停車してくれます。さあ駒駅に到着。駅では巾着田まんじゅしゃげ祭りの案内所もありますよ。駒駅からゆっくり歩いておよそ20分ほどのところが会場です。道にはお祭りを盛り上げてくれる出店もたくさん。まんじゅしゃげも咲いています。駒川が見えてきました。埼玉県南西部から中部にかけて流れる荒川水系の一級河川です。そしてここが巾着田。駒本郷を流れる駒川に囲まれた巾着のような形をした平地です。駒川の蛇行により長い年月をかけて作られ、その形が巾着の形に似ていることから巾着田と呼ばれるようになりました。巾着田まんじゅしゃげ公園。巾着田まんじゅしゃげ祭り2019はご覧の日程で開催が予定されています。お祭り期間中は一般入場券として300円いただきます。巾着田はおよそ500万本のまんじゅしゃげが雑木林に咲き誇る日本最大級の群生地。それではゆっくりまんじゅしゃげをご鑑賞ください。まんじゅしゃげが咲く場所は全国的にも多数存在していますが、雑木林の中に咲く大規模なまんじゅしゃげ群生地はとても珍しいそう。清流駒川のせせらぎに抱かれて雑木林の中に咲き誇る真紅のまんじゅしゃげは一種独特な空間を作り出します。地元日高市はもちろん、埼玉県秩父エリアの名産特産品がずらりと並び、食欲も満たされます。駒鍋です。テレビに出ました。狭山茶をいただきました。いかがですか？
実際におよそ500万本のマンジュシャゲが雑木林に咲き誇る巾着田へお出かけしましょう。詳しくは巾着田マンジュシャゲ祭りで検索。巾着田のすぐ隣にある駒郷民族資料館、長い間人々に使われていた農業と林業などに関する民族資料を展示しています。日高に生きた先人の歩んできた生活を伺い知ることができます。これは花火の筒です。こちらの常設展は土そして汗をテーマとしています。日高市内で盛んに行われていた稲作、畑作、お蚕、お茶を取り上げ、民具という歴史の証人を使った展示を行っています。駒郷古民家にやってきました。江戸時代末から明治時代前半に建てられた母屋と客殿を中心に納屋と2棟の土蔵があり、外周には人目を引く石垣や白壁で築かれ、駒郷の美しい景観を作り出しています。国の登録有形文化財に指定されています。ここからさらに歩いて駒神社へ行くことをお勧めします。緩やかな坂が長く続きますが行ってみましょう。巾着田そして古民家から歩くことおよそ30分、駒神社に到着。紀元前1世紀から7世紀後半まで朝鮮半島北部を中心に栄えた高句麗王の王族駒王寂光を祀る神社。716年武蔵の国に1799人の高麗人が集められ設置された駒郡の郡長に寂光が就任したことで未開の地が開けました。神社境内には駒家住宅があります。神職を務めた駒家の住居として江戸時代慶長年間に建造されました。東日本の民家の中では古い形を残している極めて重要な例として1976年国指定の重要文化財となりました。お知らせに続いて秋におすすめの船旅。達人の道、お出かけの達人。達人の道おすすめの秋の小旅行、伊豆大島へ船旅。東京竹芝桟橋客船ターミナル、ここで伊豆大島へ向かう定期便のチケットを求めることができます。竹芝桟橋客船ターミナルは伊豆小笠原諸島への玄関口。今回の旅は夜行便に乗り船内で寝泊まりし、翌早朝大島に到着するプラン。こちらの大型客船、通常は東京大島神津島航路を就航、夏には東京湾納涼船としても活躍しています。およそ800人が乗り込み、帝国の22時サルビア丸が東京竹芝桟橋から出航。特に2等室は寝台ベッド。おやすみなさい。そして大島がうっすら視界に捉えられてきました。
だんだん明るくなってきた早朝6時、伊豆大島岡田港に到着。最初に訪れたのは赤っ端げ。赤っ端げは夕日が美しいことでも人気のスポットです。この方、セリカナさんの親友、まどかさん。セリカナさんと一緒に伊豆大島を旅してくれました。セリカナさん、まどかさんがやってきたのは地層切断面、またの名をバームクーヘン。確かにバームクーヘンのように見えます。100層ほど積み重なった見事な縞模様は、およそ150年に一度と言われている大噴火によって主に火山灰で形成されています。第二佐野浜は知る人ぞ知る伊豆大島の穴場名所。秋の風が心地よい日でした。ハブ港、かつて遠洋漁業の拠点として栄えたハブ港。もともと火山の火口湖だったその地形的な特性から、風待ちの港として活用されたといいます。見晴らし台から見下ろすハブ港、ここから少し移動するとススキが秋の大島に風情をもたらしています。風がススキを優しく揺らしていると癒されますね。三原山の近くまでやってきました。こちらは裏砂漠。日本で唯一砂漠という地名がついている裏砂漠。ここは過去何度となく繰り返された噴火でできた砂漠です。この裏砂漠に立つと、日本とは思えない錯覚に陥ります。溶岩が固まり、まるで犬が拝んでいるように見えますね。今はラグビーの五郎丸さんに似ていると話題。こちらはスズメ、またはハトと呼ばれています。神秘的な杉林に美しいビロードのような苔の絨毯が広がる場所を訪れました。空気が変わり、風も穏やかになるこのパワースポット、はじかま神社です。長く続く苔の参道を進むと、濃厚な空気が漂って身も心も清められるようです。まるで別世界にいるような癒しの空間。しばらくすると拝殿にたどり着きます。不思議な道、千頭の切通しです。木々に覆われて苔むした緑色の細い階段、その両脇にある巨木の根はむき出しで、まるでジブリ映画の中に出てくるような世界。マイナスイオンをたっぷり吸い込める大島のパワースポットの一つです。この日泊まるホテルもまた三原山からの風を受ける素敵なお宿、大島温泉ホテル。そこで季節の風を感じるお料理を堪能します。大島特産アシタバの天ぷらもあります。うん、うん、
めっちゃ美味しい。うん、大島のべっ甲寿司や地魚の握りも格別。わさび入ってる。いただきます。醤油もいらないんですね。源泉かけ流しの露天風呂に入りましょう。広大な樹海越しに三原山や溶岩流が眺められる大パノラマ風呂です。うわー、三原山と樹海が見える。うわー、高い。大島温泉ホテルを三原山方面に出ると樹海へとつながります。はじめは緑の豊富なまさに樹海というエリアを奥へ進みます。途中運が良ければリスやキョンが出迎えてくれたりすることも。しばらく進むと辺り一面樹木がすべてくねくねと曲がった場所へ。そこはまるで妖精の森といえそうな不思議な景観。決して色とりどりの華やかな風景ではなく、モノトーンの景色。都心からたった1時間45分の海上に浮かぶ伊豆大島。最近では日本ジオパークに認定され、大勢の観光客が1年を通して気軽に訪れるようになりました。そして大自然に癒される旅を楽しんでいます。お知らせの後はコスモス畑にお出かけ。達人の道、お出かけの達人。巾着名の曼珠沙華、伊豆大島のすすきに続いておすすめしたいのが桜コスモスフェスタ。京成本線に乗って京成桜駅までやってきました。ここからコスモス畑まではバスで移動。桜市のおもてなしマスコット、カムロちゃんが可愛いですね。京成桜駅北口から桜市循環バスに乗ります。ふるさと広場で下車、乗車料は100円です。こちらが桜ふるさと広場。桜コスモスフェスタは2019年10月5日から20日まで開催予定です。オランダ風車を背景に50万本を超える色とりどりのコスモスが一面に広がっています。コスモスフェスタ期間中はコスモスの掘り取り切り取り販売を実施。5本100円、1袋300円の取り放題があります。そして春はおよそ100種類67万本のチューリップが咲く桜チューリップフェスタを開催。こちらもお見逃しなく。オランダ風車リーフで実際に稼働する本物の風車です。内部の見学もできますよ。風を読んで風車の動力を生み出す日本唯一の風車森もいます。ちなみにオランダは自転車大国、エコな国なんですね。コスモスの開花情報などフェスタの詳しい情報はさくらコスモスフェスタで検索してください。会場の売店には地元さくらの名産特産品を中心に種類豊富。
特に野菜、お味噌は評判です。直売所も公園前にあります。佐倉市は気候や土壌に恵まれ、四季を通じて多彩な農畜産物が生産されています。この直売所では佐倉市産の農畜産物、旬の農畜産物が新鮮なうちに手に入るんですよ。公園に沿ったこちらは川ではなく沼、印旛沼です。ここ印旛沼を観光船で巡ることができます。さあ出発です。コスモスフェスタ期間中は土日祝日のみ運行しています。料金は高校生以上1,000円、小中学生は500円。カワウ、サギなどいろいろな種類の鳥が年間を通して見られます。ヨシ、マコモ、ヒメガマなどの植生群も観察できます。千葉県佐倉の自然を代表するシンボル、印旛沼。ここを観光船で巡ると、日本でも珍しい景観に出会います。ぜひ訪れてください。夜空を駆け抜け、降り注ぐ星のシャワー、願い事があなたにも叶うよ。夢を何度も捨てて落ち込んで、達人の道はサイの達人。注目の和太鼓グループサイの歴史がわかるライブに密着します。お楽しみに。